行くぞキルヤ。やるじゃねえか。甘い。
上がれ相沢。
何年経っても構わない。這い上がってまた俺に向かってこい。そん時まで待っててやるぜ。やってるの？次の曲始まるわよ。はるか、実は皆さんにどうしても話しておかなければならないことがあります。今私がこのステージの上に立てているのは決して自分一人の力ではありません。私を支えてくれた事務所の社長やマネージャー、ダメな私を見捨てずに指導してくれた先生方、プリンセスリーグで互いに競い合ったライバルたち、そして何よりもこんな私のことを応援してくれるみんなのおかげです。でもそんなみんなに隠していたことがあります。それは私の家族のことです。私はずっと自分の親の顔を知らずに育ちました。親のいない私にとって養護施設で一緒に暮らす子供たちや面倒を見てくれるおじさんは本当の家族以上に大切な存在でした。でもその大好きなみんなから私は離れてしまいました。アイドルとしてデビューするためです。何やってんだあいつは。警備に指示して止めさせろ。はい。アイドルって女の子なら誰もが一度は夢に見ますよね。もちろん私もそうでした。でも私にはそれ以上に決して裕福とは言えない現実がありました。私は自分がアイドルになって成功することで養護施設の経営を助けられると思いました。しかしそれは同時に私をこれまで育ててくれた大事な人との絆を断ち切ることにつながったんです。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。けど今はもうおじさんのことを家族とは呼んじゃいけないんです。それでも私、後悔はしてません。私にこの世界を見せてくれた事務所の社長には
言葉にはできないくらいの感謝をしています。毎日が新鮮な驚きに満ちていて、嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、たくさんありました。これからもそんな生活が続くのかと思うと、心がワクワクします。けどファンのみんなや、何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。今日この舞台に立って、私にとって何が一番大事なのかやっと分かりました。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。
帰るんだ。みんなが待つところに。夢じゃないのか。違うよ。私はここにいるよ。